試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。旗手フェイントからシュートという場面でした。ディフェンダーを揺さぶってコースを当てる、そこにすかさずシュートを打ってきますからね。イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。